皆さんこんにちは。それでは続きをやっていきましょう。健康に関するグッズや本はよく売れています。それだけ現代人は健康についての関心が高いのでしょう。いろいろな健康法がありますが、体を動かして汗をかけばそれだけでも爽快なものです。私ストレッチぐらいしかやんないかも、腹筋とか。普段はじゃあ今回はね、38幕歩いて走ってっていう話です。午後6時、ジョンは時速6キロでウォーキングを始めた。同時にサムは同じスタート地点から時速18キロで自転車を漕ぎ始めた。30分後、2人は同時に停止し、今度は2人とも時速10キロで30分間走った。午後7時、2人は同じゴール地点にいる。一体どういうことだろう。ちょ、やめてくれ、こんな数字をたくさん出さないでくれ。ジョンは時速6キロでウォーキングを始めた。同時にサムは同じスタート地点から時速18キロで自転車を漕ぎ始めた。30分後ってことは、ジョンは3キロ進んで、サムは9キロのところにいるってことだよね。2人は同時に停止し、今度は2人とも時速10キロで30分間走った。時速10キロで30分ってことは5キロか。あ、そっか、じゃあサムがはるか先にいるってことだよね。どういうことだろう。見ていこうかね。ジョン、ウォーキング、リハビリ、健康、あ、健康のためにウォーキングを始めたんですよね。はい、運動不足解消のためにウォーキングをしていました。ジョン、移動。ジョン移動中、サムに手助けをしてもらった。いいえ。タクシー、いやー、サムに会った。ジョン移動中にサムと会った。どうだろう。とかのゴールまで2人は何度も顔を合わせていました。時速6キロ、サム、スタート地点、ゴール地点、スタート地点からゴール地点を見ることができた。はい、あ、これさ、コースがさ円形状になってるとか、そんな感じかな。どうだろうね。スタート地点、スタート地点は2人とも同じ場所だったんだよね。同じ方角に出発。はい、これもはいかな。はい、やっぱね、スタート地点から出てきそうな感じがするんだよね、勘だけど。スタート地点は移動していたってどういうことだ。ゴール地点、いやー、ないか。ちょっと別のワード見ましょうか。自転車、ウォーキング、ウォーキングした距離は関係があった。関係ありません。距離に関係なく、ジョンとサムは同時にゴールできました。なるほど。ウォーキング、コース、あ、これこれ、
ウォーキングしたコースは円形？いいえ。あ、違うの？でも何度も顔合わせたんでしょ？何だろう。コース。ウォーキングしたコースにカーブはあった。いいえ。マジで全くありませんでした。一直線。あ、そうなの？曲がり角。いいえ。ウォーキングに何かの機械を使った。あ！はい。ウォーキング中ジョンは常にある機械を使っていました。あ、これジムでやってたってことかな。ね。ジョン走る。30歩。ジョンが走ったコースはサムと同じ。はい。ジョンはサムと一緒に走っていました。あ、ちょっと待って、ある機械、ある機械。この機械を使うと速く走れる。いいえ。なんだか早く走っても前に進むことができませんでした。この機械は歩数を測れる。いいえ。ふむふむ。心拍数測れない。はい、測れる。歩いている間常に心拍数を確認することができました。歩いた距離、はい、正確に測ることができますと。自転車自転車はサムのものだった。おっ、が乗っていた自転車は借り物でした。はい、借りた自転車ですね。これジムかな、やっぱスポーツジムとかでやってたのかな。変速ギア変速ギアついてんの。私ね、スポーツジムって全然行ったことがないので通常のギアはありませんでしたが、ペダルの重さは変えられました。自転車は速かった。いいえ。どれだけ速く漕いでも前に進むことができませんでした。同時に停止。あ、ゴール地点、ゴール地点は屋内だった。あ、これで全部開けましたね。はい、2人がゴールしたのはある建物の中だったようです。はい、これ確認したら答え合わせいけるかな。ある建物、これだと思います。スポーツジム、はい、2人はスポーツジムで一緒に汗を流していました。はい、じゃあ行きましょうか。回答、ジョンは何のためにウォーキングしていた？健康のため。サムの自転車の特徴は進まないこと。スタート地点とゴール地点の直線距離はゼロかな。二人がゴールした地点はスポーツジムですね。正しいようです。では解説を見ましょう。2人が同時に着いたゴール地点はスポーツジムだった。そしてスタート地点も全く同じスポーツジムだった。ジョンとサムは一緒にジムにトレーニングのためにやってきた。最初にジョンが使ったのはウォーキングマシン、サムはサイクリングマシンをやることにした。体が温まってくると2人は戸外に出て一緒に30分間ランニングをした。いい汗をかいたところで2人は一緒にジムに戻ってきたというわけだ。はい、ジムに
よくお友達とね行ったりする人はあるあるじゃないですかね。私あんま行ったことないか分かんないけど、スポーツジムには様々な健康器具が備えられています。便利で快適なものですね。私のね前住んでいた家の本当歩いて5分ぐらいのところにねスポーツジムができたんですよ。プール付きのすっごいなんかね建物4階建てぐらいの建物の中にねプールとか、あとなんかねあのさっき出てきた物語のようなねスポーツ器具とか、あとサウナとかもあるらしくって、1回ぐらい行ってみたかったですね。引っ越しするちょっと前ぐらいにできたので全然行けなかったんですけど。では今回はここで終わりにします。ご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。パソコンからご覧になっている方はチャンネル登録はこちら Please Subscribe の枠組みのところをクリック。スマートフォンの方はご覧いただいているページのチャンネル登録ボタンをポチッと押してください。それではまたのお越しをお待ちしております。